けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は外録チャンネルハイパービップスポンサー外録大好きラブ太郎さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。恋人たちは何気なく止めどなく愛し合い、二人の道は果てしなく絶え間なく続くけど、僕の恋はあてもなくわけもなく待ちぼっけ。運命の人、夏の日にこの丘で会えたらな、繰り返す日々の真ん中に恋という支えが欲しいなら信じ続けていれば、どこかで巡り合う。マネージャーの小田杉の事件です。お願いします。すみません、見たいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者の人からリクエストもらえるんですけど、どんな人を取材した方がいいですか？おー、はいはい。ちょっと山田さんのお名前が何人かを挙げてらっしゃるのか。外録チャンネルの視聴者はですか？はいはい。なんでやろう？あ、でも最近は、あれなんですか、最近の活動とかが気になってるじゃないですか。あれ、獅子の術っていうのは、あっちの。まあまあ、そうですね。僕的にはあの、ほっこりホラーって呼んでるんですけど要するにパパが貴族でしょ娘にあの髭男爵であることを隠しているという。それは今も隠してる？今隠してて、あと数日後にちょうど言おうかなと思ってるタイミングなんですよ。そうなんですか。なるほど。それはなんか小学校次4年生なんで、あのさすがにちょっとね、まあ、ずっとあのフレキシブルに働くサラリーマンだって言ってるんですけど、さすがにちょっともう限界かなと。で、まあ、娘もね、親の仕事がぼんやりしてたら不安でしょうから、まあ、ちょっといろいろ考えてこのタイミングかなっていう。そうなんですか。はい。僕にそれ今まで全部隠しちゃいました。あの向こうもジグゾーパズルのワンピースというか、まあ、部分的には持ってるんですよ。で、たまにあのパパってヒゲ男爵って言うのみたいなことはもちろんあるんですけど、あの僕がいや違うよっていう否定することで徳俵としているという状況です。ほぼバレてるって言うんですか。いやでも、まあ、まだ大丈夫じゃないかなと僕は思ってますけど、4年生になる前に言わなあかんなと思って春休み中に言おうかなと思ってたんですよ。だって春休みはもう今日までなんですね。だからまあまあちょっと、まあ明日始業式や言うてるから、まあちょっと落ち着いて今週末の土日ぐらいに、なんかちょっと説明してみようかなという。へー、はい、緊張しますか？いや、めっちゃ緊張しますよ。HG さんにその下りをどうしたらいいですかねって相談した時に、あの HG さんはやっぱ陽気な方なんで、もうパーティーやと、お披露目パーティーしようとか言うてくれたんですけど、いや自分のうちでシルクハットかぶってね、実はパパヒゲ男爵やでルネッサンスとかやるのもなんか恥ずかしいし、ちょっといろいろ悩んでますね。はい、なるほど。でも HG さん、あなたそういうのがいいんじゃないかっていうことですね。そうなんです。だから僕ここ2年ぐらいなんかあのヤフーさんの連載で、一発屋のパパお父さんたちはいかに子供たちにどうやってこうカミングアウトしたのかっていうのをあの聞いてこう記事書いたりしてたんですよ。で、結構もうジョイマンの高木くんとか、まあそう HG さん、HG さんもご夫妻にお話伺って、ははあと、まあ小梅太夫さんとか、はは鉄友の鉄さんとか、いろいろ話聞いて、最後、ちょっと自分がカミングアウトするっていうのが、近々に近づいてるタイミングで、外録さんにお話いただいてありがとうございます。いやいやいや、すごいいいタイミングでなんかオファーできて嬉しいです。いや、これはだから、たまたま後々、娘も見てくれるでしょうからね。はあ、はい。年齢今おいくつですか？46ですね。で、芸歴は25、6年とかやと思うんですけど、まあ、あの一応 NSC の3期で東京の、おお、はい、はい、トータルテンボスとか雨宮とかと同期です。よう聞く話やと思いますけど、花開くんはだいたい4期ぐらいからなんですよね。はい、はい、1期はもう絶対的に品翔さんとか、はい、はい、2期がハローバイバイさんとかの関さんですね。うん、3期はあの備えなんですみたいな。4期からバーッと売れるというね。
出身がじゃあ兵庫県の、はい、あの三木市っていうところで、はい、まあもう本当田舎ですね。どんな家庭なんですか、あの 親的には。あ、うちの親は、親父が神戸税関、税関の職員で公務員です、はい、税関職員。なるほど。割とそのきっちりとした教育を受けるんですか。きっちりとした教育っていうか、なんかその特に父親なんですけど、はい、親父になんかその自分のなんか理想系みたいなのがあったんでしょうね、はい、だからこう結構とにかく上を目指せ、勉強せみたいな、でもうテレビとか見るなとか、お、まあ、そういうて漫画なんか読んだらあかんとか、もうほんまベタにそういう家でした。じゃあその中学校受験させたいとか、あ、そんな感じの教育方針だったんですか。あ、でもそれはね、なかったんです。当時その兵庫とか関西あたりで、まあ、御三家みたいに言われてた六甲っていう学校に入るんですけど、六甲学院中学っていう、その中学受験に関しては別に親が言うてきたわけないんですよ。それは僕が小学校6年生の時に2時間目の休み時間かなんかで遊びに行こうってグラウンド出ていく時に、一人居残って勉強してる子がいたんですよ。でその細野くん言うんですけど、でなんか見たことない問題集と置いてて、この線の長さを求めようとか、角度はなんやみたいな、ちょっと上から目線のなんか難しそうなやつやってるなってなって聞いたら、いや中学受験目指してんねやと、でどこそことどこそこ受けんねやみたいな、中学受験って何ってなって、知らなかった、全く知らなかったんですよ。学校の成績は良かったんですけど、モチベーションの大部分が周りの大人に認められる褒められることがすごく大事な子供で、今考えてやらしいんですけど、でこの中学受験したら親に褒められるなと思って、ほんでその日家に帰って、全然そんなこと今日初めて知ったのに、実はもう4年生ぐらいの時から中学受験考えてたとでも家計とかお財布事情を考えて言い出せんかったけど、もう我慢でけん、やらしてくれって言ったら、まあ、親も受かると思ってないから、うん、ええよええよみたいになって、うん、で僕はその塾に行きたかったんですよ。へ、今までその塾に行ったことがなかったんです。で細野くんは日農研に行ってたんですよ、うん、僕もそこ行きたいなと思ってて、何日かして塾決まったぞって言うから、一緒に家出て行ったら、もう2ブロック先の路地曲がったとこぐらいの普通の一軒家、ここやって言われて、で僕は自分が書いた本の中でもしょうもない塾って呼んでるんですけど、ほんまになんか青白い顔した若い先生と、その先生の親戚の子と僕ぐらいしか生徒がいないような、個人塾とか、そう個人塾の、その親戚の甥っ子かなんかの子ので、親もだからどうせ受かりもせえへんから近所の安いところで済ましとこうと思ったんでしょうね。うわ、これもう無理やなと思ったんですけど、まあ、自分でバーっといろいろ参考書とか集めてガーッと勉強して、ほんでまあ2月3月ぐらいで先生より問題先に解けるなんて思って自習してんのとか話いやだからほぼ自習ですよ何のためにやってんのやと思いながら、まあなんとか受かって、すごいそれだから習っちゅうと肩並べるような、まあまあまあ肩並べるはちょっと言い過ぎですけど、うん、まあ、正直多分灘高よ6個みたいな3番目みたいなニュアンスやったと思うんですけど、ほんで受かったらその塾の先生が、君も山田君みたいになれるって言って、うん、街中にビラ撒いた。うわー、すごい。結構その街的には衝撃やったんですよ。中学受験するような子があんまりいなかったんで、うん、入ったら生活レベルの違う人たちが同級生に出るわけですよ、言ったらだって。いやでも正直そうですね、ちょっと裕福な子がやっぱり多くて、うん、まあ、勝手にちょっと差を感じてて、うん、あと家が遠かったんですよ。どんなかけてくるんですか。だいたいもうその起きて家出てから学校に到達するまでみたいにざっくり考えると、僕の感覚では2時間ぐらいやっぱり片道、そんなにかかるんですよ一本遅れたらもうあれです、もうアウトですでしかもその電車にはやっぱりその神戸にお勤めになってるサラリーマンの方々が住んでる住宅地からやから、うん、出発するのがもうパンパンなんですよ、うん、昔の満員電車ってもう今の日じゃないぐらいパンパンで、うん、本当にもうそこに中学1年生の子供が
大人の足がブワーッと並んでるところでコキューってなりながら、あで、まあ、1時間ちょっとかけて六甲学院中学っていうところが、もうこれはもうただの肌感覚なんですけど、そんな坂道は存在しないんですけど、45度の坂道があるんです、そこに。急勾配の閑静な住宅街をずっと行って、山の中腹にあるような立地で、もう戦国時代の山城かいうぐらいの、で、まあ、学校側はあの坂道を毎日歩くことが、まあ、その国旗心というか、自分を強い心を磨くんやみたいな、教育の一環やみたいなことを言うんですけど、こっちからしたらもうただただしんどいだけで、もう2、30分かけて歩いてましたね、やっぱ。そんないい学校行ってるから、普通にいい大学に行くみたいな感じの思考なんですか、その時は。僕はそんななくて、ただ、あの中1の時の担任の先生が、親と親交えての三者面談の時に、このまま行けば山田君は東大行けますってなんかこう言うたんですよ。通ると思ってなかった難関校みたいな通ったりとか、学校の先生そんなこと言われたりとか、うん、結構やっぱりすごいね山田君、もう僕純蔵言うんですけど、純子すごいねみたいに結構隣近所の人とかにも言うていただいてたんで、自分で俺すごいの、俺ちょっと振動感あるなってその時思ってて、もうそれがもうすぐさま天狗の鼻をへし折られるんですけど。ここで緊急速報です。第6チャンネルディレクター三谷が大阪でトークライブを開催することになりました。日時は5月28日19時半から。またしてもチケットが売れない、会場がスカスカになってしまうという不安に襲われている模様です。詳しくは概要欄をチェックお願いします。その時が一番調子良かった人生の中で。中1で、はい、だから僕一発やとか言ってますけど、実は僕の人生でそこが一発目なんですよ。だからルネッサンスは二発目なんですね。それ要はあれですか、どんどん学年上がることに成績が悪くなってくるってことですか。いやいや、全然成績とかはずっとキープしてたんですよ。あの学年で10番以内とか、すごいっす、その難関校で、ね、で結構俺結構出来通用するなと思ってて、で調子いい時は本当学年で3番以内とかよかったんですけど、もう疲れてたんでしょうね、後から考えると、うん、その長い通学時間とか、で結構真面目やったんで、部活も勉強も一生懸命やる、ほんで、まあ、10番3番とか成績を収めようと思ったらやっぱそれなりに勉強せなあかん、でも家遠いから、で家帰ってから宿題山のように解いて、12時ちょっと過ぎてからちょっと寝て、で朝のもう5時6時ぐらいに起きて、で電車で片道2時間ぐらいかけて行って、で勉強して部活してっていうので、東大行けるでとか言われてる状態でテンション上がってて、優越感ハイみたいになってて気づかなかったんですけど、もう結構多分心身ともに疲れてたっていう時に、登校途中に大きい方を粗相するっていう非常にベタなハプニングに襲われて、でもとにかく学校でも優等生でサッカー部でもレギュラーみたいな、ちょっと一目置かれる感じではあったんですよ。でさっき言うたその体感45度の急勾配の坂道、これをバーッとその日も歩いてて、ちょうど真ん中、ちょうど真ん中の怖さをね分かってほしいんですけど、ああまあまあ、だからどっちにしても上手ですね。ポイントオブノーリターンと僕は呼んでますけど、ちょうど真ん中でぐるぐるぐるってなって、周りは誰もおらへんけど、でも一回駅引き返そうかなと思ったんですけど、うん、駅引き返して今から登校してくるクラスメートに鉢合わせになって、その前でこのスパークというかバーストしたら、俺優等生の山田君やのにもう終わってまうと、でちょっと待ってよ、学校の第3グラウンドあたりにお手洗いがあったなと思って、そこまで行けばなんとかなると思って向かおうとしたんですけど、もう一歩目からもうちょっと粗相してしまう、プリプリッとこう行って、汚くて申し訳ない、でも結局も全部出てしまって、で第3グラウンドのお手洗いのところ行って、周りまだ人おらへんから、なんとかこう全部脱いで全部きれいにして、でもうズボンとかふわーって洗って、よしこれで大丈夫やって教室ささっと入ったら一番乗りやったんですよ、よしよしと思って、で 僕のその学校っていうのが、あの校内着に着替えるタイプの学校やったんですよ。この制服は一回こうきれいに畳んで椅子の下入れといて、校内着着替えたぐらいで同級生来たわ、セーフやーと思って授業1時間2時間受けてたら、夏の暑さで中学生の手もみ洗いではやっぱり繊維の奥に潜り込んだやつらを完全に仕留めることができない。でもコーヒーの焙煎と一緒なんですけど、夏の暑さで蘇ってきてふわーってなって、やっぱ横に座ってたやつがあれみたいな感じになるんですよ。反対のやつもあれなんか変な匂いするなってなって、だんだんクラスがざわざわしだして、で僕はもうバレたと思って、その授業終わって休み時間入った時に、誰にも何にも言わずにスーッと教室抜けて家帰って、
て、そっから6年間引きこもりです。あ、そんなことですか。いやだから今考えたら全然もうその一か八かね、いややってもうたわてで済んだかもしれんし、しかも恐ろしいのが、大人になってから後々その同級生に会う機会があって、話聞いたら山田君がなんで学校来へんようになったかっていう理由をみんな知らないんです。で、誰も気づいてなかったんです、結局。そうですね、結構すぐ夏休みに入るんですよ、だから正直親もそんなに気づいてなかったんですよ。なんか体調あるんかないうぐらい で夏休みの間は結構普通に生活してたんで、親から見ると勉強もできる、親の言うこともよく聞く純蔵くんやなっていう感じで見てたんですね。夏休みが終わって明日から2学期やっていう時にバレるんですよ、学校行かへんってなるから。でその時もバレてえらい揉めて、親父も気の毒なことしたなと思うんですけども、わけわかんなかったんでしょうね。今まですごいええ子やった、ええ子って思ってた子が急に布団から出てこへんようになって、夏休みの間も普通にやってたのにってなって、もうパニックになって思って、でも僕2段ベッドの下に寝てたんですけど、親父がこの2段ベッドの2段目に手をかけて、人生で最初で最後やと思うんですけど、初のドロップキックを俺に決めてきたんです、でも初めてやから影も分からないから、もうこう脇腹ボーンってなって痛ーってなったんですけど、その時あ、これで休めるっていう免罪符を得たような気持ちになって、まあ、そっから6年間ですね。6年 ?14 から20歳手前ぐらいまで、でだからもう特に人生の計画とかを立ててたわけではそういうタイプの人間でもなかったんですけど、やっぱもうみるみる、いや俺このまま行ったらその東大も行けるし、多分ええ会社とかそういうのも入れるんやろなって思ってたのが、もう全部ゴア3というかゼロになったんで、もうその人生が余ったなっていう。ちなみにさ、自分の中ではこのままじゃダメだみたいな感じで外に出ようとしたチャレンジの時はあったんですか。いやもちろんもちろん、まあ、途中でだからなんかあの働かざる者食うべからずや言って、多分15か16ぐらいの時になんかとにかくバイト生みたいになって、近所のコンビニにで一瞬バイトしたんですよ、ほんま2回か3回ぐらい、ただ元同級生が覗きに来るようになったんですね。要するに小学校から中学校に上がる時にもう、ま、ビラまかれてるからあの優秀な山田くんやで、ほんで多分引きこもってるらしい、ずっと家におるらしいってなって、その山田くんが近所のあそこのコンビニなんか働いてるらしいでっていうのも、ちっちゃい町ですからブワーッと広がるわけですよ。じゃあ僕がなんかこう漫画とかこう並べてたら、遠くに5人ぐらいの集団がいて、その中から石膏みたいなやつが一人バーって来て、通りに面したガラスのとこから、あ、山っちやって、山田君やん、わ、なんか太ってもうてるやん、めっちゃ太ってるやんとか、まあ、体型も変わってたし、っていうので見に来て、で、中には勇気あるやつがおって、こう、俺山っちは何してんのって店の中に入ってくるような子もいて、僕もなんかしょうもないプライドがあるから、なんでそんなこと言ったのって今でも自分でももう滑稽なんですけど、おなんか英中学行ったんちゃうのみたいに言われたから、そうそうそう、でもあの全部勉強終わったからちょっとバイトしてんねんって言って、もうこの世の学業全て収めたからもう今働いてんねんみたいな、で、なんで、あ、そうなんやって言ってるんですけど、もちろんそんな嘘やって僕も分かるからっていう惨めなシーンが何回か続いて、もう耐えきれずにまた家戻ってずっと引きこもってとか。何してるんですか、いや引きこもってる間って家で。そうなんです、だから勉強して追いつかなあかんっていう気持ちあるから、たまに勉強しようとしたりとか、なんかちょっと筋トレしたりとか。僕の部屋があの2階にあったんですけど、窓開けたらすぐここ屋根やったんですよ。その屋根の上でパンツ一丁でこうやって日焼けしたりとか、本当そんなことの繰り返しで、勉強せなあかんなとか前向きなことせなあかんなって思うんですけど、あの多分ちゃんと見てもらったら、あの脅迫神経症みたいな、要するになんかもう角揃えなあかんとか、ノートとか本がバラッとなってるみたいな、ちゃんと角揃えな気がすまんとかののすごいやつになってたっぽくて、なんか例えば勉強しますっていう時もまず部屋の掃除ですね、もう大掃除レベルの、もう本当窓の3のほこり取ってとか、窓拭いて掃除機全部かけて全部やったら、次自分にこの粘着テープのコロコロのやつあるじゃないですか、この自分をこうコロ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 してきれいにして、でこっから多分意味わからないと思うんですけど、自分の中でそのこう顔を覆ってよし
でここを押してよしとか膝を手でくるんでよしみたいな、まあ僕ルーティンって呼んでたんですけど、もうルーティンがもう30、40あったんですよ。でそれを全部やらないと勉強できないし、それをやらずに勉強しても無意味なのだっていうわけのわからん思考にとらわれてて、それが結構しんどかったですね。逆にそれどうやってそれに終止符を打つんですか。それがそれこそ20歳前の時に、あのたまたまテレビ見てたら同年代ぐらいの人らの成人式みたいなのがあって、うん、で成人っていう社会人っていうワードがやっぱり強かったんですよ。もうみんな射程範囲外、手の届かんところに同期が行ってしまうっていう焦りがあって、うん、これはもうそのルーティンがどうやとかごちゃごちゃ言うてる場合ないと、なんとかせなあかんっていうことで、これも意味わからないと思うんですけど、すべてのルーティンをこの拳に収めて、ふって息を吹きかけるっていう一つのルーティンにまとめたんですよ。ほう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 。で、意味わからないでしょ。で結構なんかその強迫神経症みたいな、後にあの精神医学の権威の方とかと話してる時にこの話したら、いやまずそれ本当にもすごいですと。普通はなんかこういろいろカウンセリングなりなんなりしないとダメなのに、本当に傷ついた狼が自分で舐めて治すみたいな、うん、こう一個にまとめてフッっていうのにできるっていうのはこれすごいんで、研究させてもらっていいですかって言われたぐらい、だからもう多分ラッキーやったんでしょう。とにかく焦りを原動力に、とにかくなんとかせなあかんと。とりあえずなんかせなあかんって、このとりあえずっていう言葉を大事にすることで、なんとか抜け出せたっていう。ごめんなさい、ね、多分意味わからないと思いますけど。負で済まそうって。そうですね。覚悟したみたいな。とりあえず、で済まして、もう1ミリでもええから前に進むようなことをできるようにしないと、もう大変なことになると思って、怖かったんですよ、やっぱ。何するんですか、それで。で、そっから、体験取って、とりあえず、出る、家から出るという、二十歳手前ぐらいやったと思うんですね、確か。19ぐらい。はい、いや、それは、関西の大学でですか。いや、あの、愛媛大学っていう、四国の、愛媛の、あの、一応国立なんですけど。国立受かるんですか、それで。そうですね。中高一貫の学校って結構前倒しで勉強してたりとかするんで、まあまあ、勉強はしてたんですよ、だから。だからもう、いけたわけですね、その。でもなんとかですけどね、やっぱ。すごいですね、そのブランカって国立に行かれて。でも、一番入学した時の一番最初に、履修ガイダンスみたいなのあるんですよ。で、その時に、僕ももう、ええ加減やったんで、あの、取り方間違えて、まあ、すでに4年で卒業できないっていう窮地に、もう追い込まれてたんですよ、まず。ほんで、あと、その、まあ、まあ、僕が引きこもってたかもしれない、誰も知らない土地に来れたんで、それなりに自由には動けてたんですけど、変な言い方ですけど、久しぶりのシャバなんで、もう、ちょっとまあ、楽しなってるというか、で、あまり学業にも専念できず、っていうところがあった時に、バイト先で知り合った、大学の先輩が、なんか笑いやらへんかってなって、その先輩の彼女さんが通ってる別の短大があって、短大のその学園祭でお笑いせえへん、漫才せえへんかみたいなこと言われたのが多分初めてですね。へえ、はい、それでいきなり漫才やって、それは受けるんですか。その彼女さんのお友達なんで、でも僕も何回か遊んだことがあるぐらいの関係性なんで、あのうちは受けでめっちゃ受けたんですよ、それ。ああ、なるほどなるほど。うわ、受けるんやと思って、なんかそこでちょっと盛り上がったんですよね。で盛り上がって、なんかその先輩と吉本興業さんが吉本大博覧会みたいな、なんか全国でなんかその漫才のショーレースじゃないですけど、みたいなやって、で、決勝行ったらなんかどこそこでやるみたいな、その一般の素人の人たち参加みたいなやつ。で、香川のイオンモールかなんかでやってたんですよ。で、それに参加するってなって、で、よし、やるぞ言って、いざ舞台に上がったら、緊張のあまり、その先輩がセリフを全部飛ばし、真っ白になって、で、なんとかかんとか、それをいじりながらもうええわって終わらしたんですけど、まあ、もちろんその爪痕を残すようなレベルではなく、もうがっかりして帰るわけですよ、帰りは。で俺は後部座席で寝たふりしてたんです。で前にその女の子とその先輩が
座ってて、で帰り道なんとなくネタ振りして話聞いてたら、やっぱ自分がネタ飛ばしたっていう重圧にも耐えきれなかったんやと思うんですけど、俺実はお笑いとかほんまは過ぎちゃうねんみたいなこと言い出して、で俺もネタから、でも俺もだからその学校卒業できへんっていうのが分かってるし、すごいね、やっぱ人生余ったなっていう気持ちがずっとあったんですよ。やっぱ引きこもってたっていう、6年間も全く無駄にしたっていうのがあったんで、でその中で急にそのお笑いっていうのが出てきて、このままこの道で行くんやっていうのっかり方してたんですよ。全ベッドしてたんです俺は。でもそれよくよく考えたら当たり前ですよね。ちゃんとこうきちんと単位も取ってっていう人間がやっぱり急に芸人になるから全部やめるってやっぱできへん。後日やっぱり直接言われましたからね、やっぱ俺就職するわってなって、でその就職するわを受けて全部そこにかけてたから、リセット癖というかね、ああもうじゃああかんねやってなって、もう全部捨てて夜逃げ同然で上京するんです。あ、大学も辞めて。大学もだから辞めてっていうか、もう黙って失踪です。ゼミの先生とかも僕のこと探してたらしいですからね。もうバイト先の人にも学校の先生にも親にも、誰にも何にも言わず部屋の解約だけちゃんとして、学校とかもほったらかしで、もう電話で東京の部屋決めて、 NSC 受けなあかんから1回だけ東京行って、で帰ってきて合格ってなってからもう全部黙って失踪同然で、ほんまもう手荷物だけで上京したみたいな。でそれでNSC の3期に入ることですか、はい、が3期です。へえ。相方にね、もういない状態でじゃ行くとなんですね。そうですね。友達もおらへんし、で、もう本当、一番最初に住んだ部屋ももう、ボロアパートで、三畳一間みたいなところで、でもなんか知らんけど、売れるんやというか、要するになんか学業の世界でやっていこうと思ってたのに、完全に失敗したから、もう土俵ずらしてごまかそうとしてたっていう部分もあって、そこまでなんかその、天下取ろうみたいな気持ちはもうなかったんですよ。だからもう本当、僕はもうお金も何にもない状態で。で、その NSC 入って誰かと組むんですか？で、何人か組むんですよ。何個か授業があって、新喜劇じゃないんですけど、団体コントみたいな時に回したり突っ込んだりするポジションを与えられた時に結構活躍してたんですよ。5人ぐらいは組んだんですかね。 でもなんかやっぱり変な完璧主義というか、相手からしても同じこと思ってたと思うんですけど、いやこのこいつじゃないなとか、いやなんかうまいこといかへんなっていうのですごい解散繰り返してて、で結局 NSC でなんかの舞台に出るようなことはなく、まあ、ほんで団体コントの時だけちょっと評価されててみたいな。 でもお金が続かんやなって、多分卒業公演手前ぐらいでやめんのかな。やめるんですか、はい、そこもだからやめちゃうんすよ。40万ぐらいあるんですか、はい、当時もだから前払いみたいな形やったと思うんですけど、それで NSC やめちゃって、はい、また大事になるんですか。いやだからその肉体労働系、工事現場行って鉄骨担ぐとか、あっち系のバイト多分してたと思うんですけど、でもその NSC 辞めて、うわ、大学まで失踪同然で辞めて東京来たのに、 NSC 入ったのにここも辞めてまうんやっていう、その自分に対する絶望感、どこまで辞めんねんっていう、どうすんのと。でもうだからお笑いを辞めたらもう死ぬしかないなぐらいの感じで、まあね、その警察にそんなこと言うべきじゃないんですけど、とりあえずオーディション雑誌とか見て、ホリプロの社屋の上になんかプレハブの建物みたいなのがあって、そこでそのお笑いの勉強家みたいなのがあったんですよ。で僕当時僕が顔出した時の同期が桑畑小原の桑畑さんとか、まだラジカセが相方やった時の長野さん、流れ星とか、へえ、その辺となんかちょっと会った記憶がありますね。当時渋谷のテイクオフセブンっていうライブハウスがあって、そこにのゴングショーみたいなに出る入り口みたいなものではあったと思うんですよ。そこは1回出てるの、それピンで。あ、ピンでね、はい、ただもうだからやめれなかったんですよ。もうこの東京全部捨てて東京まで来てやってたのに NSC もやめて、ほんまにもうやることないなと。アパートでくすぶってる時に僕を誘いに来たのが相方
井口君と今映画監督やってる一井正秀っていう男がいるんですけど、二人がでその一井と組んでたんですよ、 NSC の時に一瞬、はあはあ、一瞬組んでて、本当に多分1回ぐらいしかネタしたことないんですけど、はあ、さっきもあの申し上げました、あの団体で全部突っ込む時にツッコミの役やってた俺を見てたらしくて、ツッコミうまいやつがおる、もともとトリオでやってたんですよ、その1位と樋口くんと辞めはったもう一人の方は、うん、あの大学のそのお笑いサークルみたいなって、お笑いやってて一人辞めたから結局こいつも就職するってなって、うん、トリオやってたけどコンビになってもうた、でツッコミがおらへんってなって、うん、で僕を誘いに来たんですよ、はあ、そうなんです、それがヒゲ男爵、あ、もうその時もヒゲ男爵なんですか、向こうはなんかそのヒゲ男爵って言うてたんですよ、へえ、その1位っていうやつは僕が入ってから、まあ、何個かオーディションとかも行くんですよ、ライブの、はあ、で結構端にも棒にもほんまにかからなかったんですよ、うん、でその1位ってやつがネタ書いてたんかな、でリーダーっぽい感じで、うん、で結構半年経たんうちにこの1位君がもう笑いせえへんってなったんですよ、へえ、俺たちは、いや、お前が誘いに来たんちゃうんかいみたいに思ったんですけど、まあまあ、でも引き止めるわけにもいかない、なんか役者やりたいとか当時は言ってたんかな、で、辞めたんですよ、で、その半年もまだ経ってなかったんですよ、確か。で、だから、あんまりよく知らない人とコンビを始めないとダメな状況になって、樋口君のこともそんな知らなかったんですよ、やっぱ1位が組んだことある友達やから。なくなっても髭男爵やろう方になるわけですよ、一瞬相方ももちろんでしょうけど、やっぱ悩みましたけど、ただ僕は本当に上京してきてそんな東京に友達もいないですし、ちょっと深めに付き合ったのがその樋口くんぐらいなんですよ、あ、それともフリーとですね、じゃあそのフリーです、フリーです、でそっから、まあ、実際そこまで長くないですけど、その頑固やったんですよね、結構今のイメージだとそんなこと全く思わないと思うんですけど、相方が結構そのネタを書きたい人で、俺が書いたネタやないとやらへんっていう時期があったんですよ、まず、でなんか正統派漫才やってたみたいな、彼はその福岡から出てきて大阪で大学通ってたんですけど、その時にそれこそ2丁目劇場ブームみたいなものにバチーンってこうぶつかってるんですよ、でだからやっぱりその千原兄弟さんとか、うん、ジャリズムさんに対する憧れみたいな、お笑いってこういうもんやっていうのがあるから、うん、そういう感じでやりたいっていうのがあったんでしょうね、多分とまずは俺がボケで俺が書いたネタやって相方が言うん で僕はその時結構今までコンビ替えとかたくさんしてたから、でうまいこといかんかったから、もう本当に今更なんですけど、継続は力なりっていう、そこにたどり着いてたんですよ、だからこの相方とは続けなあかんなって思ってたんですよ、ああ、じゃあちょっと違うなと思っても、まあ、我慢しようというか、そうそうそう、我慢してやっぱ長い時間かけていかなあかんところもあるんやろなっていう悟りに達してたんで、とにかく相方がやりたいっていうことはもう全部やらせてあげてみようっていう気持ちになってた、だから俺のネタじゃないとダメやっていう時は何回かそれ付き合って、でそれでオーディション行って落ちて、落ちる結果が出ないね、ダメでしょってなって、じゃあネタ俺書こうかとか、このボケやりたいとかツッコミやりたいとか、ここいろいろやっぱりあるんですよ、でそれをことごとく全部多分コントやりたい漫才やりたいもあるんですよ、ね、最初はやっぱコントやりたかったんですよ、相方が高校の同級生コンビとかやったらとっくに潰してる項目をチェックしてる項目を、もう知り合って半年も経ってない年上の人やから、全部丁寧に潰してからじゃないと自分の思う通りにできなかったです。で、さ、潰しまでどんどんかかったの？1年かかってないぐらいかな、はい、で、そこからはどっちかっていうと山田さん主導になる、主導になってる、まあまあ主導にさせてくださいっていう、でもそれは一個一個ちゃんと実際にダメやったなっていう経験があるんで、相方も納得してくれたんですよ。だそれをちゃんと待たないとダメだっていう僕も思ってたんで、まあじゃあ僕はネタ書いて、とにかくライブで受けなあかんっていうのがあって、一番受ける形はなんやってなった時に、まあ僕がバッとボケて、井口君が突っ込むっていう形にした方が笑いの量が多いなっていう計算になったんですよ。ほんでそれをずっとやってたんですけど、やっぱり売れる売れへんのラインには引っかからないんですよ、やっぱね。でどんどん周りの一緒にライブ出てた芸人がどんどんモンスター化していくというか、そのエンタの神様の時代がやってきて、周りがみんなこの変な格好をしたりとか、なんかある時からすごい
こうリズム芸みたいな感じになったりとか、周りの人がなんかちょっと変わっていく感じがあって、で僕はそれはポジティブには捉えてたんですよ。その、いやそれはそうやな、その求められてるもんにならんと売れるわけないねんから、でどうするってなって、なんかキャラつけなあかんなってなって、でもいろいろ試行錯誤の時期があり、で僕はなんかもう何それより何年も前にネタ帳の隅っこに乾杯しながら突っ込むっていうアイディアだけはメモってたんですよ。でそれはなんか外国の映画かなんか見た時に、立食パーティーっぽい雰囲気のシーンで、紳士と紳士がなんかちょっと小粋なこと言うた後にバカ野郎みたいな感じでチーンってこねらすみたいなシーンがあって、あれこれツッコミに置き換えたら面白いんちゃうみたいなのがあったんですよ。だから別に貴族とかよりも先に乾杯があったんですよ。それまではフェンシングの剣こうてきてカンカンカンって戦いながら、なんでやねんってこう喉元に切っ先をこう突きつけるみたいなネタとか、なんかこうバルコニーの上からこう庶民を見下ろしてあるある言うとかなんかそんなんしてました。でキャラつけなあかんなって2人で言ってた時に、深夜番組でクリームシチューさんが MC やってて、なんか名も知れぬ若手大集合みたいな番組があって、そこに出た時にまだ普通の格好やった僕らに、多分上田さんが嫁のヒゲ男爵言ってるけど、ヒゲでも男爵でもないやないか、みたいないじりをしてくれたんです。で、それで、あ、そのままにすればええねや。名前の通りにしたらええやんか。そうやそうや、名前あったわってなって。で、あ、そういえばこんなアイデアあったな。グラスの下りがあって、で、最終的にあの乾杯しながらチンチンっていうのが、まあ一番パッケージとしていいなってなって。おい、それどこでかけたんですか？で、これが、貴族。このその白髪とかぶったりとか格好を知らした時にちょっと多少なんか出れるようになったんですよ、うん、深夜のゴングショーのコーナーとか、うん、テレビの、その時にエンタの神様のネタ合わせしましょうって呼ばれるんですよ、うん、乾杯のネタでショートコント形式で結構受けてたりオーディション受かるようになってきてたから、これでいけるんかなと思ったら、これはダメやってなったんですよ。で違うパッケージネタを編み出してくれってなって、何回も何回もネタ合わせ打ち合わせするけど全然出られへんなっていうのが続いてて、2006だと思いますの M1 の、その時に乾杯ネタを初めて M1 の敗者復活にかけたんですよ。敗者復活初めてあるんですか？もちろんまあ予選からはやってるんですけど、敗者復活大井競馬場でその乾杯ネタをやったんですよ。ショートコントスタイルのまだ時のなんとかやないかーいとか言うて、逆に聞こう何が面白いとか、ブリッジ入れるようなパターンをやった時に、これはもうあのサンドイッチマンの伊達さんもいつも会うたびに言うてくれるんですけど、めっちゃウケたんですよでこれが尋常じゃなくウケて、でそれが結構あの話題になって、今まで打ち合わせして絶対ダメやってなってたんですけど、そのままでいいから出てくれってエンタの出演につながるのかな。そうですそうです。準決結構見てますもんね、そうですか。いやそう見ていただいてて、2006の敗者復活、あれが一番僕ら的には転機でしたね。エンタ出たらもうそっからもう続く的にバーッと仕事増えてくる。いやこれがですね、多分あれちょうど4月やったと思うんですけど、最初の1回目が月1ペースで4、5、6ぐらい出させてもらったんですよ、うん、でそっからパタッとなくなるんですよ。で多分売れるわって4月5月ぐらい思ってるんですけど、4、5、6出て4月あれ呼ばれへんなってなって、エンタ呼ばれなくなって、いやもう終わったわっていう、こんなすぐ終わんのってなって、うん、で事務所もうちサンミュージックっていう事務所ですけど、それまで押されたことがないというか、うちの事務所って預かりになる前にその事務所ライブがあるんですけど、その3週勝ち抜いたら、事務所にその入るというか、まあ、その関われる交渉する権利を得られるみたいな、若干腰引け気味のオーディションがあったんですね、その時に。みんな3週勝ち抜いてその段階に行くんですけど、僕らだけ4週やらされて、でその後の会議でヒゲ男爵いる人って会議したらしいんですけど、マネージャーが誰も手挙げなかったんですって。ほんであのブッチャーブラザーズのブッチャーさんっていうあの大先輩がいらっしゃるんですけど、その方だけかわいそうやから入れたろうやって言ってくれて、それで入れたっていう、結構やっぱ落ちこぼれなんですよね最初から。で、まあ、それでもなんとかまあ頑張ってて、まあ、そのエンタの下りとかがあって、
おやっと売れるわと思ってたらピタッと止まり、ピタッと止まってるなと思ったら、その辺で入ってきたあの小島よしおがギョーン漏れ出して、あ、そうかそうかそうか、そうで、それまで俺ら押されたことなかったのに、エンタルの出演が決まったぐらいの時は、あのマネージャーさんとかも、いや来ましたよサンミュージックのダークホースみたいな言い方してたのに、うん、ピタッと俺らのことを喋らなくなり、で、わ、小島小島ってもうみるみる大スターになっていって、とんでもない売れ方をして、で、あ、もう俺らなんかもうやっぱ終わったなっていう気持ちがあって、2007年の年末あたりにオーディション行ったら、レッドカーペットの特番受かるんですよ。で、ただレッドカーペット側は、それまで僕らちょっと見てる皆さんはどっちでもええわと思うんですけど、ショートコントスタイルやったんですよ。なんとかかーいでブリッジ挟んで、でまだ続きましてなんとかかーいっていうのをやってたんですけど、それもエンタでやってるから、やっぱレッドカーペット的にはちょっと変えてほしいってなって、でも乾杯ネタは面白いからいいってなって、そっからレッドカーペットに出させてもらうために、あの一本貴族のお漫才スタイルに変えるんですよ。要するにショートコントじゃなくて 前編ずっとやって、で後半は乾杯の畳みかけがあってとかっていうのを、考えて、これでいいですか言って、そしたらその特番に出れて、で年越したら、あのそこで仕事がやっぱバーッと増えましたね。へー、はい、ああいうネタもその1年ぐらいかけてブレイクするっていうことがあるんですね。いやいや、だから僕らの世界でやっぱ先輩が言うのは、1年というか3年、3年真面目にやったら形結果出るよって言って言われてて、竹山さんとかに結構そういうお言葉いただいてたんですよ。で貴族キャラに変えて3年目ぐらいで、やっぱりそのエンタにしてもレッドカーペットにしてもいろいろ結果出始めたんで、やっぱ先輩のおっしゃる通りだなと思いながら、はい、これはもうなんていうか毎日寝れない日みたいな。いや、でも僕らよう言うんですけど、一発や一発や言ってますけど、僕ら 0.8 ぐらいですからね。その仕事がブワーッと入るみたいなことはもちろん経験させていただいてるんですけど、うん、例えば小島よしおとかやったら2発ですよね、あれは。あれぐらいは、うん、HG さんとか小島よしお君とか畑陽子さんとか、うん、あの辺の人のブレイク度合いってやっぱすごいですよ。あ、紅白行っちゃうようなぐらいのクラスというか、そこまでではないなという気持ちもありつつ、まあでも、うわ折れたっていうのはありました。樋口カッターは私があるんですか。そういえば樋口カッターは、2008年になって、はい、仕事がバーッといただけるようになったんですよ、はい、ね、なんか売れてますっていう顔して番組出てるんですけど、はい、やっぱちょっとうちの相方が番組中喋らないというか、はあはあ、前に出ないというか、はあはあ、っていう問題はあったんですね、はあはあ、ほんでどうしたらいいかなっていうのがあって、はあ、でまずひな壇とか座らせてもらった時に VTR とか見るじゃないですか、うんうんうん、あの時必ず俺らコンビでワイプに入ってまず乾杯しようと、うん、でそれをありがたがってくれるディレクター、ちょっと絵代わりというか、うんうん、楽しいから、ありがたがってくれるディレクターさんもいるからこれはやろうと言って、あとひな壇そうやって MC の人なんか言われて、僕が立ってちょっとちょっとこうこうこうじゃないですかみたいなことってあるじゃないですか、はいはいはい、あの時も俺一人でやったら相方が出てへんのが浮いてまうから、うんうん、誰かに何か言われた時の自分のツッコミを必ず相方と乾杯することにしようってしたんですよ。お前なんとかやないか、いやそんなことないわーとか言って相方と乾杯することによって二人でやってる感出そうっていう作戦があったんですよ。でそういうのいろいろやったんですけど、やっぱりちょっと振られた時とかに相方が前に出れるようなことがあった方がいいなと思って、何か周りが滑った時に急に前に出て出口があったってこう空気を切り裂くみたいなことを、要するに大体シーンっていうところから誰かが第一声やったら、意外であれば意外であるほど受けやすいから、江口君はそんな喋らへんっていうちょっとキャラもつき始めてたから、それやったら受けるでっていうのがあって、それはもうずっと仕込んでたんですよ。でいろんな番組出るために今日やでいけいけとかずっとやってたんですけど、やっぱもうぐーっと、もうとんでもない力で、そうかそうっすね、踏ん張って前に出ないっすね。でどうすんねんどうすんねんってなって、2008の夏ぐらいにあの27時間テレビ、すごいとこ、
があって、はい、明石家さんまさんがスナックのママに扮して、はい、でその年ちょっと世に出てきたしゅんやって言われてる芸人がスナックに来て相談するみたいなコーナーがあって、でもちろんそのもうすでに売れっ子となられてる先輩方とかも、まあ、そばにいらっしゃるんですけど、うん、でやっぱ当時それこそ小島くんとか僕らとかクールポコとかあの辺が次々に来店するみたいな感じでやってたんですよ、うんうん、で西岡澄子さんがネタ飛んで、いやもうご本人言われてないと思うんですけど、ネタ飛んで泣いたっていう事件があったん、うんうん、ご存知ですか。あ、そこでですか。27時間テレビのさんま師匠のその、あのコーナーで西岡さんもその時もめちゃめちゃ売れてましたから、はい、で結構みんなからバーッと振られて真っ白になってもうて、はい、出てこうへんってでもう一回振り直してっていうのがあって、それでも出てこうへんくて西岡さんがちょっとこううってなってしまうシーンがあったんですよ、うん、でその時にうちの相方にいけいけって言ったら初めて行ったんですよ。だから急に行ってて、しかも喋ると全く思われてない人やからカメラさんは追えてないんですよ全然。でも西岡さんを映してるカメラのこの辺から出口があったーっていう声が聞こえてきてでそれは一応笑いになったんですよ。だから西岡澄子さんの涙を踏み台にして初めて世に出たギャグなんですよあれ。すごいですね。だってあの服装と何も関係ないですよね。何も関係ないです。光ったって何にも関係ないです。でそあそこで出せたことによって、あのその後いろんな現場で、まあ、多少出せるようになっていろいろやらせていただいて、でその後遺症というかリバウンドと言っていいのか分からないですけど、今ではそれしか言わなくなってしまったっていう。もう何言っても樋口くんってしか言わなく、何をその万能のやつやみたいに思ってんねんっていうっていうね、まあ、弊害はありますけど、そっか2009年以降の戦い方はどうですか。2009年以降は明確にこんなに落ち着くかねっていうくらいで、まあまあもちろんこっちもなんか新しいもの提示もできてなかったし、で当然そのいろんな番組出させていただいた時、いわゆる平場とかそういうところでちゃんとできてなかった、実力がなかったっていうことなんでしょうけど、まあ、やっぱり仕事はどんどん落ち着いていって、うん、苦しいのが2010年ぐらいになると今度はじゃあいや僕ら一発屋ですっていうことを言いたくなっちゃうんですねこっちから、うんうんうん、その方がトーク的に楽やったりというか一応一ネタあるから、うんうんうんってなるんですけど、今度その出た番組のスタッフさんとかいやいやまだ早いですからみたいなことになって、一発屋も名乗れないし仕事は減っていくしみたいな時期が2010とかその辺ですかね。で11あたりで立派に一発を飲み込んで、まあ、HG さんの教えなどもあり一発屋になるということですね。なるほど。その2008年9年で収入が爆発的に上がるじゃないですか、はいはい、でも別にあのバイトとかしなくてもいいようになってくるというか、まあそうですね、2007の後半ぐらいからはアルバイトはしなくて済むようになり、まあ、そこからずっと一応だそうなんですよね。そんなにだからそこまで激減したみたいなことはないんですよ。その2090あたり以降まで声の仕事させていただいてるとか、まあ、僕に関してはですけど、なんていうんですか、ラジオずっとやってるラジオとかも14年目ぐらいですけどまだやってたりするし、まあ、それが別のお金になるわけじゃないんですけど、そのラジオきっかけでなんか他の仕事呼んでいただいたりとか、まあ、細々とはあったんで、まあ、そこまで、困ることはなかったですけど、はい、でもこの仕事で生活ができることがまずすごいことですか。いやまあ、そもそも特にまあその僕みたいなもんやと奇跡に近いというか、もう一回も完全に人生がゼロにやってますから、まあだから芸だけで食べれるっていう状況はその額がいくらであろうが ありがたいですし、もうすごいことやなと思ってますよ。あの執筆業っていうのは結構本何冊とかあるんですか。単行本化されたとかも含め、あと教著とか、なんか社会学の先生と一緒に出した本とか、うん、とかも含めるとまあなんか6、7ぐらいあんのかな、はい、そういうのの始まりはどういう企画だったんですか。だから始まりはあれですよ、その今から5、6年ぐらい前に、はい、朝日新聞さんから取材させてくださいって来て、何ですか言ったら、その受験生にエールを送ってくださいっていうテーマです。
で他どういう方がその取材受けてあるんですか言ったら、それこそなんか宇宙飛行士の誰それさんとか、うん、俳優の誰それさんみたいな、もう特に一発化してますから、うんうん、俺でいいんすかみたいな、いいんすって言って、で取材受けた時に初めてそのさっき言ってた中学の時から6年間ぐらい引きこもってたんですって話を初めてしたんです、そこで、うんうん、でも受験生ってことやったんで、まあ、僕もそういう人生でしたけどねみたいなことでさらっと言うたら、そのことを書いてくれへんかって出版社から来て、でまずネット媒体で連載しましょうとか、なんかその辺からですよ。で引きこもり漂流記っていう本を出したんですよ。でそれ出したら執筆の仕事増えるんかなって思ったんです、それ一瞬思ったら、あれ本出しても別にそういうオファー来おへんねんなってなって、うんうん、そこで初めてブログ始めたんですよ。ほうほう。でブログに、まあ、一発芸人の不本意な日常っていう本を出させていただいてるんですけど、それの原型、愚痴みたいなものをパーッと書いてて、一発屋という立場だとこういう不都合弊害嫌なことがあると、なんか家ロケが増えるとか、家ロケに来たディレクターがピンポンと押したからこっちは笑顔で、あ、ようこそいらっしゃいましたって出迎えたら、結構いいとこ住んでるんですねみたいな、うんうん、結構上から目線で来られて嫌やとかなんかそんなことをつらつらと書いてたら、それを朝日新聞さんのネット媒体の方のウィズニュースっていうところの編集者が見ました言って、うんうん、これちょっと連載してみませんかってなって、そのウィズニュースさんっていうところで愚痴をエッセイというかコラムというか書いてたんです。でそれを書いてたら、当時新潮に勤めてた編集者が、こういう企画あるんですけど書いてみませんかって、もう今はない雑誌ですけど新潮45という雑誌で連載してくれと、毎回どなたかに取材してで書いてっていうのを1年間ぐらいやったかな。だから最初に始めたそのウィズニュースの連載よりも一発芸人列伝の方が先に書籍化するんですけど、でその一発芸人ですねがなんかその雑誌ジャーナリズム賞作品賞っていうのをいただいて、へ、作品賞をその時受賞されたのが、何年か前にすっごく話題になったあの 石井妙子さんっていう小池都知事のことを、小池百合子の、はい、取材して書かれた女帝っていう話題になった本、はいはい、あれをの人と僕が同時受賞やったんですよ、その雑誌ジャーナリズム賞のでその辺でなんか初めて隠し事してますって言うてええかなって思ったんですよ。要するにその雑誌ジャーナリズム賞っていうのは、いろんな出版社の編集者100人200人みたいな人が投票で選ぶみたいな賞なんで、この賞いただいたら、まあ、隠し事してもええんかなって思って続けてますけどね、いろいろ、はい。日本の人が知らないその一発芸人さんの苦しみってどんなのがあるんですか。その言ったら最高月収と最低月収を言う仕事を何年後とかにめっちゃ来るとか。そうですねで要するにそのあれでしょ、最高月収何歩やったん、コンビ合わせて何歩です、って言うてるひな壇の売れっ子の方が今もっと儲てるやろっていうね、何がええやねんっていうやつね。ああ、まあそうっすね。まあいろいろあります。そうですね、だからやっぱりテーマがそれでも人生は続くというか、これがおとぎ話やったら、まあ、一発のところで終われるわけですよ、うん、めでたしめでたし、うん、幸せに暮らしましたとさで本閉じたら終われるんですけど、やっぱり我々生きてる人間やから、うん、一発の翌日もあるわけですよね、やっぱね、うん、でどんどん続いていってて、でやっぱり僕がいつも思ってたのが、結構みんな軽々しくこう揶揄するなっていうのが、うん、そのおもんないとか、うん、つまんないとか消えたとか、すごく軽々しく揶揄される立場やなっていうのがあって、まあ、自分が悔しいっていうのもあったんやと思うんですけど、そのレベルのね厳しい視線をね自分の人生に向けれるのかみんなはっていうのがすごくあって、で一発で一発でと言われながらみんなやっぱ素晴らしい芸を発明してて、ただやっぱ我々の芸ってちょっとレトルト食品っぽいんですよ、やっぱ、うん、要するにレトルトのカレーとかって家帰って温めたら本場の味がもう、しかも安定した味が楽しめる、すごい発明のはずやのに、みんなすごいなってリスペクト送ることはないじゃないですか。
っていうのはやっぱりその一発の芸ってそのなんか新年会忘年会の時にドン・キホーテとかあの辺で売ってる、あの僕は革と呼んでますけど、一発屋から剥いだ革、あれを着て新年会忘年会で一般の人がいわゆるヒゲ男爵やってみたとか、うんうん、HG やってみたっていう、この要するに手に取れるんですよね、我々の芸って、うん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 、でそれは逆に言うとその手に取れるぐらい一般の人、素人の人でも扱えるぐらいパッケージ化、高度にパッケージ化されてるっていうすごい商品のはずなんですけど、うんうん、生地手に取って自分でやれるからリスペクトは湧かないんですよね。あで新年会忘年会で銀シャリの漫才やらないじゃないですか、できないからそうですね。でもチュートリアルさんとかブラマルさんとかの漫才を、銀シャリさんとかの漫才、和牛さんの漫才を新年か忘年かで軽々しくやらないですよね、やっぱできへんから。でできへんものに対して人はリスペクトがあるけど、手に取ってできちゃうっていうものに対してはちょっと舐めちゃうんですよね。でもそれは僕は違うよと思ってて、で HG さんとかもよくおっしゃるんですけど、俺ら面白いから売れたんやと、ずっと面白い、うんうん、たけれたけれたけれ心は殺すことはる、俺ら面白いから売れたんやと、ずっと面白い、うんうん、ただ世間が慣れただけやっていうことを常におっしゃるんですけど、僕もそうやなと思ってて、だからせっかく自分がこういう文章を書ける機会をいただいたんであれば、僕がリスペクトするいわゆる一発屋みたいに言われてる人たちの素晴らしさみたいなものとか、あるいは一発のその後も人生で続くんだよっていうこととかを書きたいなっていうモチベーション、なんかごめんなさい話とっちゃかっちゃいました。いや、全然とっちゃかったです。めちゃくちゃいい話してるよっていうか、いや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 、そのマインドがあるから、まあその、うん、評価されたんですよね。だってその今みたいな思いがあったから結果その賞をついてきたんだなっていうのが今なんかめっちゃ分かります、うん、なんか。だから最初僕もなんか芸人が芸人にインタビューするってどうなんっていうのがあって、その企画をいただいた時に、じゃあ一回だけちょっとやってみましょう、でまずじゃあ HG さんに話聞かせてくださいってなった時に、やっぱりそれが結構評判というかいい回になったんで、うん、HG さん本当にもう一発屋会の添え木と呼んでますけどやっぱりね、その毎年生まれてくる一発屋の後輩のために、まあ、心のセーフティーネットじゃないですけど一発会っていうものを作られて、で結構、まあ、定期的にこう開催してて、結構ね、その常に胸張ってやれ 200% でやれ言うて、やっぱりそういう部分は僕はちょっとネガティブな方なんで、あのポジティブな HG さんとかと話してるとなんかありがたいなというか励まされるなという、はい、いい話ですね。これはほんまにただのええ話です。いやいや、これからで言うと、はい、あ、まあ、まずは一回さっき言ったあれですかね、娘さんにの自分がヒゲ男爵であることを伝えるっていうことを、それはもう数日後に迫ってきてますだから本当はね、二十歳まで引っ張りたかったんですよ、まあ、到底無理ですけど、それこそ僕があの焦って怖くて世に出る、ね、引きこもりをやめるきっかけになった成人式で、娘が、まあ、今小4ですけど成人式出た後、僕がその誘ってね、お祝いでご飯食べに行こうやって、ちょっとレストランとか予約しといて、ウェイターさんがワイングラス置いてこう注いでくれるわけですよ。僕は普段ウイスキーとか飲んでますから、あ、パパがワイン飲むなんて珍しいみたいなって、で、まあまあこんな成人おめでとうとか、ルネさんって、やっぱりそうやったんやつーっていう、なんかそういうやっぱりパパヒゲ男爵やったんやっていうのを想定してたんですけど、もう無理なんで。なんでやらたんですか。いや、僕はだから別に恥じてるわけではないんですよ、うん、やっぱりもう他の人とはちょっと違う芸を世に出せた、この程度の才能の人間からしたら上出来やっていう気持ちがすごくある、うんうんうん、娘がその何も知らんと学校でね、パパお笑いやっててヒゲなしくて言うねんでっていうのを伝えてたとして、娘が学校でそれを言うた時に、なんか不都合というか不利益を被ったりしたら嫌やなっていうのもあるし、僕でもないこの反省なんで、あんまり娘に影響を与えたくないっていうのがあるんですよ。こんな僕みたいな人間になったらどうしようっていう、うん、そういう怯えもありつつ、でもこのままではあかんなと思ってはいるんで、あ、それ伝えた後他のがどうしてきたとかあるんですか。まあでも僕は本当にあの娘、まあ今2人いますけど、う
二人が成人するまで飯食わせりゃもうそれでええわっていうぐらいしか本当に何もなくて、まあ、あと最近そのネタ番組とか出れてないんですけど、ダウンタウンさんの東西ネタ合戦、あれのちょうどいい芸人のところで出させていただいて、でやっぱり楽しかったんですよね。やっぱだからネタは作っていきたいしやっていきたいなと思ってますね。その世相に合ったルネッサンスとかありますね。そうですね、なんか時代時代に合わせたルネッサンスまで到達できればね、長くできるでしょうから、まあなんかやっていきたいなっていう。一発屋という肩書きは、たとえ今後万が一再ブレイクしようとも言っていこうと思ってます。ありがとう。すごいな。じゃあありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。アロンさん。